からもうクラブがもうこれ終わってそうそう体が入ってこれを下ろしたりしてた、はい、そうもうなんかねこの辺はもう来てピュンってこうピュンってこう来てこう来たらキュンってこうそうそうそういうふうにそうそう手伸ばしてたキュンってそうよすごくいいここからここまでなんですよスイングって、うんね、あとはこのまま体が入ってる向かって体が入ってるこのイメージ後ろ側にいますよねクラブずっと後ろに、うん、すごいそんな風に抜けてるんだクラブってうん、何番8番セスラーすごいタブどうぞでも先生の見てたらこんなとこに見てたそうですよそれってこう自分で引っ張るんじゃないのそこに導く体の使いそう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 。特に右手がこう、うん、こう来るでしょで結構みんなこうやってここで押しが入っちゃうのね右手伸びて、うん、そうこうやったらこう曲げて、こう、うん、これだと背屈じゃん。そう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 。こう。右手はね、左手は違う。左手はこうで。左手はこうで。そうそうそう。左手はこうまっすぐで。こう。そうそうそう。右手が短いと、右手が短くて回転してると結構きついんだよ、体の回転。右手が長いと回転って楽になっちゃう、足も動いちゃう。だから右手が短いと結構きついの。こうやって回転してる。でしょ？こう右手短くて、この形できついでしょ？きついでしょ？だけど右手が、こういうのって楽なの。楽じゃないですか。そうですね。うんこっち向いてるでしょこの下通してくる右手そんな肩下げなくていいです普通にして、はいはい、この状態で回っていきますきついでしょこれ結構、うん、結構きついですよこんな感覚あるのスイング中これがこういうふうに出てる時ってもう体も突っ込んじゃうし右の膝も前右腰もボールに近づいちゃうでしょ、はいはい、右腰もボールに近づいちゃうのこれ一番いけないんですよこれ右の腰はボールになるべく遠い右腕でなるべくここも出ないで右手はこうやって巻きついていきますで巻きつきますよねここから、はい、背中で回せてこうきついでしょ結構きついでしょこれ、うんうん、巻きつけってこういうことです、うん、でも意外とみんなこうやってやっちゃうんだよ、うん、でしょやりがちとかずっとやってきたとそう今みたいな感じでこう入っていくとこの背中がこう引っ張られるから右手が短いと向けてくるこれ出ちゃうんだよこれ前出てるじゃん向けてくるんですはいどうぞこれもう一回これなんですよこれが前出ちゃうそうそうそう向けてみてこのまま、はい、背中を引っ張ってきてきついでしょ、結構きついよね、はい、右手短いよね、そうですもっとこういうの曲げてちゃんと90そう、そうですこれ蹴ってんだね、うん、これすごい前どうやったっけ悪戦してこれ内戦してるつもりなのこれです
そう、それですね。きっちんと回って。回るのはそれです。はい、右手短くて、そう、それです。右手短いんだけど、この後ろの背中がクッとストレッチされて引っ張られてくる。逆なんだよ。なんかこれの方が引っ張られるような感じがあるけど、違うんです。遠心力を感じるときって、遠心力を感じるときって、これだと全然引っ張られないです。これ短くして、引っ張られると、こっちに引っ張られると、背中が引っ張られるの。背中の筋肉がこっちに引っ張られるんです。そう。これなんでかっていうのは、遠心力というか求心力が関係してるから。これだと遠心力の方に手が出ちゃってる。これがだから突っ込みとかボールを当てに行くっていう原因ですが、クラブってこうしたらものすごく短いです。右手は右手こう短い、短くてこのヘッドに背中が引っ張られてくる。だから手って曲がるんだよ。そう、そのイメージです。これは今の理解できたら全然ヘッドスピード違う。ちょっと芯じゃないけどスイング綺麗です。やっぱ右手が短くなったからバランス良くなってフィニッシュ、そうだよ、突っ込まなかったでしょ。そう、もっとこうじゃない、だから右手だと思うんですよ。これ多分ここもそうだけど、ここもそうだけど右手が長くなれば出るんですよ。ここ右手短くなったら絶対内旋してますよ。こんな短い右手をヘッドに引っ張られて、タオルに引っ張られて背中がストレッチされてくるんですよ。これだけなのか、うん、でこっちに引っ張る、うん、だってこれじゃ根本的な巻きつきじゃないのよ。巻きつきそうじゃない。内旋してそれでいいです。完璧です。こうそう、へそしまう。はい、すごくいいです。めちゃめちゃいいです。いいよな。わあ、すげえ。すごい。すごい。このままか。肘を、両肘を背骨にこういう引きつけるような感じで、こっちが前出ないで。そう、そういう感じです。そしたらこれ折れないでしょ、こういうふうに。そう、折れないね。今日それを知りました。はい、そう、それです。完璧です。低いパンチショット打ってるそうだね。いや、いいよ、いい、悪くないよ、悪くない。ここにキュッてそのまま回復しないで収めようと思って。いや、これだと男の人はこれやりたいぐらいなあ。だ、皆さんが参考にしたいそこなんですよ。男の、まあ、あのちょっとシルバーセラーなんてみんなこんなになっちゃうのできなくて。でもこれ本当先が行きたいんですよね。もういいねある時あるんだけどこう当てに行っちゃうときは当てに行っちゃうよね、うん、だって最初来たときさ巻きつきすぎにいきなりできたんだ。そうだよね、確かね。ああ、最初だから皆さん参考にしたいのあれテイクバックもすごい超綺麗なやつ、やっぱり巻きついてるから。あ、そういうこと、うん、そうですか、うん、テイクバックが超綺麗って言ってるやつみんな。本当鍛えてるんですよ。はい、一応。あ、それすごくなった、そこすごくなった、フラットリストになった、そう。どうかな、こうしょ、こう来てさ、こう来るじゃん。はい。このままこう行っちゃったらどうなの？右に行くよね。はい。こう来るでしょ、これ見てて。このグリップを左の腰へえぐるように。行くように入ってくると、もう
こう逆転しますよね。グリップよりヘッド前に出てますよね。わ、うん、かります。こういう感覚じゃないかな、うんうん、だからここで右手がピョッて伸びた瞬間にもう滑ってスライス、うん、逆転します。ここまで来たらハンドパスですよね、うん、ここから先は、うん、前で前でます、うん、そこもいつまでも後ろだとこうそうそうそう、ここで逆転する、逆転します。そう、ここはすごい発すごいな。やっぱ右伸ばさないのがいいですね。